石油も。なんつかんすか。あれ？あれ？ちょっと待って。石油も。あそれか。なんつかんすか。でも今日はちょっと朝から一日石油もに密着ということで。一日密着なんですか。一日密着。何？寝てました？いやーあの想像したところでした。てかマジで部屋なんもな。なんもな言わないですね、電気もないです電気もない。せっかくのタワーマンションがカーテンもない。カーテンもない。おい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 。ということで、はい、これから何するんですか。今からお風呂っすね。うん、じゃあはい、お風呂いってらっしゃい。終わりました。次はプロテインを飲みます。毎朝プロテインを飲んでるんですね。うん、プロテインとサプリを飲んでます。朝飯は食わないです。へえー、あでもプロテインは朝ごはん代わり。そうそう、昼と朝はこれインパクト重いプロテイン、アイソレート。これなんかアイソレートってあのなんか製造手法が違って胃に優しいんですよ。僕結構胃が弱くて普通のプロテイン飲むと下痢しちゃうので。へえ。だからアイソレートって出すしてるんですけど、これは全く崩さないですね。プロテインにもこだわりを見せてますねこれめっちゃいいですけどアイソレートって。うん、あとこれね、濃縮ビタミン C、 はい、ビタミンが濃縮されたやつ、はい、なるほどね。あとこれシリマリン、うんうん、これ肝機能向上するらしいです。へえ。このなんかルーティンにたどり着いたのはいつか。いやなんか徐々に改良改良するでしょ。へえ。なんか無機質な朝だな。あとこれリクエニンタブレット。なんかよくわかんないけどとりあえず健康のことを考えてるってことですね。そう、夜以外は全部栄養摂取のメニューを考えてるんで、夜だけ好きなものを食いますけどサプリから水分と栄養摂取する。あとこれ HMBCA クリアチンの、これはアミノ酸系ですね。いやなんかこの部屋のガラガラ具合といい、この朝のルーティンからなんかちょっと天才感が出てます天才感ないね。何ですか普通の人じゃねえっていう完全に普通の人じゃないですこれ。完全に普通の人ですでこれをやんなくていこう。なんちゅうセッションしか普通の人じゃないこれを何か朝回りの人は摂取して、これ結構高いんですよね。1袋で150円ぐらいです。高いな。まあでも朝飯でかかってるコストって考えたら500円ぐらいなんですかこれ。まあそうですね、うん、500円ぐらいですね。うん、じゃあまあ一般的な、うん、冷蔵庫もないですね。確かに。美味しいのそのなんかプロテインなんか。全然美味しいとかないっすよ。ただの水。全然美味しさを求めて。こうやって朝摂取するじゃないですか。でゴミ袋、ゴミ箱もない。基本。あ、困ったっす。で、大体摂取したらないっすね。あ、でもなんか化粧品関係とか。あ、化粧品とか結構いいかもしれないですね。充実してる感じがするな。それで結構そういうのは多いかも。いっぱいある。本当だ。めちゃくちゃこだわってんな。はい、化粧品とかそういうのもあった。
僕が今使ってる化粧品、このハトムギってやつですね。ハトムギ化粧品。ハトムギ化粧品。化粧すぎは結構ガッツリ塗り込むんですよね。うん、なんかあのあれらしいですね。なんかあのいい化粧水を使うよりも、うん、なんかそう専門家の人が聞いたんですけど、なんかあのたくさん量を塗った方がいいらしくて、うん、え、そうなんだ。うん、だから僕もそうやってなんかどっちかっていうと量を塗るようにしてますね。うーん、3度塗るように塗りたい人が。そんなにしてんの？はい、一回でパパっていうんですけど、うん、今ちょっと脱毛編集したんで、肌めっちゃ荒れてるっすね。ヒゲだと思うとめっちゃ荒れるんですよ、肌見る、うん、これで、あとはモンダミンです。モンダミン、はい、うん、歯磨き、うん、うん、なんかその歯磨き電動、うん、へえ。高いんですかこれ。おお、おお、いや、あんぐらい、うん、普通の洗濯物とか、うん、そういうの、うん、洗濯終わったやつあか、もはやもう畳んだりとかもしねえの、ダイレクト、あ、畳んでる感じですよ、うん、このクローゼットは活用してるのか。あら、ほんとなんかでももう全然服が充実してない。淡白な色合いのばっかで、いつも着てるやつばっか、ほとんどファッションにも興味がないから。これ仮に女の子とか着てもえってなっちゃう。そう、女の子だ、俺だよ。これ嬉しいよ。でたまにまあここでも仕事行こう。これソファ。これ。買い取った在庫なんて。在庫か。あ、あの、な、組み立てなくていけないらしくて。組み立ててないってこと。分かった。一回組み立てて、組み立ててない。なんかめっちゃえずいてるけど。いや、ペロ、ペロ、うん、ペロ結構ベルベルってやるとえずくん、このベロ磨きも使ってる、うん、ああ、ベロ、ベロ磨きもそれ用に買って、うん、うん、あとはなんか口臭の原因ってなんかまあ当然胃とかもあるらしいんですけど、うん、ベロとかが汚くなると口臭が臭くなるとかあるみたいなんで、へー、はい、やっぱりすごいちゃんと気を使ってるんですね。そうですね、なんかあのファッションとか興味ないんですけど、清潔感だけは最低限担保しておこうかなっていう、そこだけ意識してます。それ以外はもうなんかどうでもいいですけど、まあでも清潔感さえあればね、女の子モテますからね。うん、モテたいんですけどなかなかモテない。で一応パックですね。あ、パックはね2パターン使ってて、はい、日常使いのやつと、あとはその週に 1,2 回ぐらい使うやつを2パターンあるんですけど、こういうのやるとなんか美意識高いみたいなコメント来そうで嫌なんですけど。でも美意識は高い。いや違う、美意識は高いわけじゃなくて、これ先に言っておきたいんですけど、そのなんか美意識、美とかじゃないんですよ。あー、なんかね、その投資、なんかどこに時間とお金を投資したらコスパいいかなっていう、自己投資。そうそうそう、だから別に美とかじゃないんですよ。なんか好きとかって勘違いされるとなんか嫌っすね。なんかそこら辺のこだわりこだわりあるっすね。とか、なんか、うん、このルイティモスの時はやっぱなんか天才経営者みたいな。いやいや、やめてください。一般的じゃないこの感じ、もう何もなさすぎて恥ずかしいっすよ。関山って結構夏場でも長袖着てますよね。僕長袖しか着てないです。
それもなんか天才っぽいな。それ何ですか、日焼け対策？いや別に日焼け対策とかじゃないですけども、なんか流せば落ち着くんですよ。落ち着くのってなんか同じ服がいいのか、めんどくさいか、臭い服持ちたくない。暑さよりも長袖の安心感を取る。そう、長袖の安心感と、あとは服がそんなに増えないっていうところ。へぇ。だってまあ、なんかスティーブ・ジョブズも同じ服しか着ないみたいなね。あの人も夏はタートル、いや、夏はタートルネックじゃないですよね。どうだろう。それに影響されたわけではない。あ、別にそれでもないですね、別になんか。だけど本当に服って少ない方がめっちゃ楽っすよ。まあ、ね。買うのとかだともうサイズも決まってるし、ミスとかないし。うん、だから服に、なんかとかアパレルとかに使う時間やお金って多分僕してる方が圧倒的少ないと思う。しかもなんか物の商売やってると服ってなんか結局目減りが半端じゃないから価値のね。そうだからそこにお金使うのはくっそもったいねえなってやっぱ思っちゃうんですよね。はいはいはい、資産価値がね。そうなんかね、資産価値が、そうそれで言うとね、そのこの美意識高いみたいなその話と関連するんですけど、どれだけその資産性の高いものにお金と時間を使うかみたいなとこは結構意識してるんですよ。だから美意識が高いわけじゃなくて、その資産性が高いからそこを意識してるって感じなんですけど、本当に美意識が高いって多分何て言うんですか、ファッションとかもおしゃれだと思うんですよ。美に気を使って、そしたらそれとちょっと違う。独自のロジックがしっかり展開されてる。絶対理解してないですよ。もうどうでもよくなってるじゃないですか。まあ、そうなんだって感じ。ちょっとつまでわけわかんないと思ってるじゃないですか。で、やりたいあとは、あれですね。まあ、軽くストレッチして、そっから行くんですよ。結構体が柔らかいんですよ。本当だ。あ、柔らかい。余裕で曲がっ、本当に手が届いてる。ストレッチっていうか体を柔らかくしておくと怪我しづらいとかね。うん、あと自律神経が整うんですね。なんか本当にちゃんと積み重ねてって改良してって出来上がったルーティンな気がするな。そうですね。前からはもうほぼ買ってないかもしれないですね。で、徐々にそういうのってなんか、例えばその、そうだな、ご飯を食べなくするとか、一食にするとか、あと服とかも全部統一するとか、うん、多分ここ1、2年ぐらい変わってないイメージですね。全然理解ができないって感じです。理解ができないっていうか、あ、ストイック経営者みたいな。まあそういう風に周りから見えるんですか。根拠があって行動を導き出してるみたいな。ああ、OK、そうです。根拠があるんです、自分なりの運動するじゃないですか、何か行動する、それが言語化できてるかできてないか違いな気がしますよね。言語化できてないと思うけどな。そういう言語化能力とか物事をその構造的に考えるそういうのはなんか確かに得意なんです。まあだからシステム開発作戦で活かせる部分はある。確かに起きるのも大体同じぐらいの時間。8時ぐらいです。早い。今日もっと早く起きちゃいましたよね。そうなの。はい、6時半ぐらい。早いよ。通りであんまりぶっちゃけ眠そうじゃねえなと思ったんだよ。なんかストレッチしてる結構気になっちゃうんですね。ゴミが何時だ。はい、なんかそうですね。まあ綺麗には。掃除しやすそう。はい、ちょうどですね。物ないか。まあでも朝飯もなんか食べないし、一日一食とかだから石油物の袋を掴むとかできないですね。胃袋掴むか。ん、なんか女性は胃袋、男性の胃袋を掴むために料理教室習ってたりとかするぐらいの人もいるけど。いや、女の子、まあ別にですね、女の子はちょっと、さすがに食べてるのかね。まあそれもやっぱあれですよね、ルーティーンに外れるから、ちょっと無理して食べる、気を使って無理して食べてますね、これは。確かに。作っても、ちょっと気になっちゃう。
けどやっぱなんか家庭の料理っても美味しいし、ね、なんか安心し、なんか料理できるし、家庭の料理まあ他はちょっと選べるなんじゃないですけど多分もう終わりすぎてるから、うん、人としていろいろ気軽な感じでルーティン取ろうと思ったけど意外になんかルーティンが完成されてる。完成されてる。ストレッチだけど30分くらいですね。ストレッチ30分もすんの？あ、そうです。貧乏症なのかわかんないですけど、やっぱこのパック、あの高級なあれなんで足とかに塗ります。え？保湿？保湿で。そうそう、そうすると一番有効活用。これでこの後は保湿時間で良いですこういうのは結構ストレッチの合間にやる感じですで美容器で、この後またストレッチ継続。うん、ストレッチ30分って長くないですか？いや、けど本当にちょっとガチやばいなって1時間半とかやりますよ。ガチやばいなってどういうことですか？いや、なんか本気でやるときあるんですか、うん、あと朝とかじゃないですか、うん、朝たまに早起きしてみたりとか、あと脳みそがなんか朝からね、やばいときあるんですよ。そういうとき結構本気でやるっすね。なんか頭を動かすためにみたいな。いや、そうそう、なんか脳みその中身がなんかぐちゃぐちゃになってるケースっていうのは、はいはい、朝から脳がめっちゃ詰まってるんじゃんみたいな。体を動かしてる方が頭が回転するって感じですか？あ、そういう時期多分もうそのこなんか多分自律神経整えるみたいな、交感神経を刺激するみたいなのがあるんで。そうなんだ。はい、だからその脳みそがなんか前日考え落ちすぎてね、はいはい、朝から脳の調子が悪いなって。確かに考えてることが多そうですね。そういう時も結構あれですね、がっつりやったりしますね。あと夜とか、うん、もうパニック状態でストレスがやまくてとか、はいはいはい、結構ストレス解消なんですね、スルーチャー。へー。あとサウナとかちょっとスルーチャーです。一般人と違う、やっぱ生活の細部にはやっぱ差別化されてるに人としてなんかね、差別化されてるルーティンが組み込まれてるんだなっていう。もういいっすよ。本当でも無駄を削ぎ落として仕事に専念するための環境を整えてるみたいな。仕事だけを考えてる。そうだけど確かにそう、割と無駄は少ないと思います。無駄がなさすぎるな。だから面白みがないですよ。だから遊び方とか知らなくて、あの多分日中じゃあ女の子とデートしようとかわかんないんですよ、マジで。まあね、多分わかんない。はい、だからそういうみんなが行ったことあるようなその場所とかそういうの全くわかんないから、マジでその エンターテインメントっていうか、そういうのに対して娯楽に対してはお金を使うことがない。使うこともないし体験もほぼしないんで、女の子とデートするときとかずっとなんか女の子が行きたいとこしか行ったことないから自分で企画とかしたことないんですよデートはもう自分で企画してない。もう一切しないです、うん、とりあえずついていくみたいな。そうそうそう、その場は楽しむことができるんですけど、なんか楽しめてんのかな。あ、楽しめたんです。もうちょっと年齢重ねてから経営に余裕が出たらそういう娯楽楽しめるようになるかもですね。うん、そうっすね。海外やりたいですかね、ゆくゆく。そうなると、僕の計画上で言うと今のとこ40代までの計画の中で休む日はなさそう。まあでも40歳中頃になってきたらさすがに体も追いつかなくなってきたとかするだろうからな、うん、今みたいな働き方できますよね。そうですね、今みたいな。今もけどまあ今ね12時、3時くらいまでですけど、まあ昔はね2時とかまで入ってて徐々にやっぱり長く働けなくなって
その時間もバグってるしな。早起きやっぱダメだったっす。9時にしたかったらマジきつかったっすよ。いやまあでもなんか稼いでるビジネスマンとかもやっぱそういう体験をしてますよね。新浜働いた経験っていうかね、9時で働いてるやってること普通にタイヤホイールの清掃とか冷蔵庫磨いてるとか、写真撮ってるとかそんなことですからね。まあでもそういうプレイヤーレベルでやっぱやあの20代前半ってやっぱ積んでる人多いっすよね。マジできつかったあの時。それがだってウェブ関係だとしてもね、もうひたすら自分でライティングとかしてって、うん、ある程度稼げるようになったディレクションがあってみたいな、レイヤーが上がってみたいな、やることも変わってくるみたいな。マジできつかったあの時。20代は本当に辛いものしかしないかもしれない。あ、そう。うん、だって後半とかもだもんな。うん、前半はクソほど忙しかったし、まあ中旬から後半とかはやっぱ組織のことでひたすら悩んでたりとか、家族のなんかいろんなことがありすぎて、よく仕事嫌になって逃げ出せなかったなと思いました。いやね、過去にもね、過去の動画でも暗黒時代と聞きましたけど、よくね本当に辞めずに。でもまあこれで仕事をやれなくなってたらもう結構ダメっすよ。ああそうそうなんですよ。もう引き引けないんですよ、こんだけの。わかります？こんだけ仕事にコミットした生活してる。そう、全てを仕事にのためにその注いだ生き方をしてるから、うん、もう引き引けないんですよね。引けないね。そう、俺の人生のなんか何にもどこなくなっちゃうんです。逆にどうやって生きればいいかわかんなくなる。そう仕事なくなってた。そうなんですよ。なんかこういうの見れば見るほど自分が堕落してるなって思っちゃう。なんか僕も固定化したくてしたっていうよりは、うん、まあ面倒くせえなとかだりーなとか、なんかそこにネガティブな感情がすげえあって、うんうん、だからって感じですけどね。まあネガティブな感情って結構原動力になります。そうだから別にそこ別になんかうまく過ごしてるってことはいいんじゃないですか。うん、もうだって多分なんかちょっと大体そうそう、ネガティブなところから来てるんだろう。もう本当服とかもなんか考えのクソだるいわーみたいな、あと服とかを買いに行く時間とかサイズ合わなかった時うぜーとか。はい、そういうのですよね。そういう原体験のことですよね。そうストレスね。マジストレス感度もちょっと人より高いの。あ、それがあるかもしれない。多分ストレス感度高いっすね。だって服のサイズが違っても別にそこまでストレスにならないから。俺うん、それはあるかもしれないです。気になることが多いってことですよ、多分人より。うん、まあそれ多分今でもそうだろうからな。それがちょっと多少和らいだ感はあるんですけど、うん、乳液ですね。最後乳液終わり。これであとはカミセットして香水しても終わりです。でもここまで念入りに1日の準備をしてたら頑張れそうな気がするな。仕事。ストレッチ終了。よし。35分だいたいですね。あと4分だ。それで。カリセットして香水つけて、うん、こうっすね。はい、髪はこれ、やつみで基本はセットはね、最低量で終わらせる。セットにかける時間は20秒。おー早い。結構ねしっかりいつも塗ってるなと思ってたんですけど、こんな早かったんですね。そうっす、いつも20秒で。このガッツビのやつがなんだかんだ一番いいですね。へー、あの落ちやすいし。でそれ何、カルバンクライン。カルバンクラインエタニティ。うーん、これも長いんですか、この香水。これはですね、もう10年以上っすね。長い。じゃあ、うん、他行けないっすね。他行けないっすよ。
肌が荒れてるのが嫌だな。じゃあ、こんな感じで行きますか。行きますか、うん、9時35分、ようやく、はい、パーティーです。モーニングルーティン、出社ということですね。出社します。